段階では分かりませんけどね、素晴らしい投手だと思いますよね。あ、まあ、あのこれだけの大観衆の前で、まあ、甲子園でやってきましたけどね、上がりもせず、まあ、ストライクゾーンもランナースタート、ヒットエンドランは逆です、逆です。ショートの甲のベースカバーに入る、逆に打球が抜けていきました。体の2メーター横を嘲笑うように抜けていきました。ノーアウトランナー1塁2塁となっています。8回の表のタイガース、一塁側のブルペンは誰も現在は片作りをしておりません。ヒットエンドラン、フォードはベースに入ろうとしたその逆をつきました。4日からのカメラどうでしょう。うん、そうですね、ちょっと今日はこのボール離す位置が少し高いような気もしますけど、離す位置が高い、そうですね、はい、やはり相当、まあ、ある意味では緊張してるかもわからない、私らこの上から見た感じでは緊張してないような感じがしますけど、本人投げてる本人は少しはやっぱり緊張してるんじゃないでしょうか。そうでしょうね、だからいきなりこの佐野にね、ライト前の詰まった当たりヒットを持っていかれた、はい、あとなんとか抑えないかんという気持ちがある、これが、まあ、エンドランに変わったということですね、はい、ですからこういうケースにはエンドランがありますよということをやっぱり二野君も覚えていかないかんですね。ノーアウトランナー一塁三塁、しかし今目を追ってみますとファウル、一応三塁ランナーも見て一塁ランナーも見て相手ベンチも見て、はい、非常にマウンドさばきといいますね、落ち着いたものがありますね。ありますね、まあ、18歳とは思えないですね、はい、それはもう初めはキャッチャーのミットしか見えませんでした、こんなことを言う初登板のピッチャーいっぱいいますもんね。おりますもんね、車に乗ってくる時の笑顔はさすがに姿を消しました、ね、落ち着きはありません。いきなり詰まったヒット、エンドランの成功、まあ、打たれたという感じじゃないでしょうが、ノーアウト一塁三塁というピンチを背負っています。141キロ、悪びれずにまっすぐできますね。そうですね、まあ、そこインコースにみんな球が集まってますね。あ、そうですか、はいはい、ですから山倉のリードの反対側にボールが来ているということは、はい、まあ、多少なりと緊張しているということが言えると思いますね。じっと見つめる王監督、2階スタンドの方を見やりました。安藤監督もどんなピッチャーかなっていう目つきでしたね、うん、そうですね、ノーアウトランナー1塁3塁です。高めのボール137キロですが、渡辺の方が釣られました。バッターも硬くなってますね。逆にね、渡辺の方が硬くなっても、はい、本当にボールを振りましたですね。あ、さて、バッターボックスには、福場に代わって田中が入っていますが、踊るようなピッチングで初めてアウトを取りました。初奪三振はタイガースの渡辺からです。最近は、左ピッチャーの時に1番で起用されることもあります田中。タイガースの、ホエールズの斉藤投手と同期生、29歳になろうという30歳になろうという田中です。先日は3対3で引き分けたカープとの試合でしたが、ライトを守ってものすごいファインプレーに出ましたね。
素晴らしい活躍してるんですよね、はい、最近は特にね、ちょっと遅咲きですけどね、そうですね、はい、よくここまで、我慢して伸びてきたと思います。はい、プロ入り6年目になります。一つアウトを取って気分的にはだいぶ落ち着くもんでしょうね。そうですね、まあ、この田中に対してのこの水野君の投球でしょうね、はいはい、カーブ、これは縦に落ちるようなカーブでした。ボール1、このあとタイガースは1番に打順が回ります。ランナーが3塁、3塁に佐野、1塁には平田。ボール、ボール2です。何か今日終わるとどっと疲れが出るという感じがしますね。そういう感じですね。当たり前でしょうけどね。こうして見とられるファンの方もね、非常にこの肩を追いからして見てはんのちゃいますか。そうですね、ボール3、三振に取った後はちょっとコントロールがままならなくなりました。まあこれも経験ですからね、思い切っていかないかんですよ。はい、カーブ決まった、ワンスリー、バッターの方が間合いを稼いでいます。こういうね、今度は水野が、ね、はい、こういうね、1塁ね、ワンスリーからこの、牽制するでしょ、はい、こういうところはやっぱり波じゃないですよね。あ、なかなかできるもないです。もう、はい、キャッチャーの方ばっかり見てしまうんですね。エナズが出てきた時もやっぱりこういうね、分かってもね、こうワンスリーだったらこう牽制する、はい、こういうところ持ってましたよね。カーブ近め、ボールでしょうか、ストライクでしょうか。ボールです、フォアボールです。ワンアウトフルベースになりました。